はい、皆さんこんにちは、モンガです。今日はですね、珍しく照明を焚いていません。なぜかというと、ちょっと膨張して見えるかなと思って、今回は久々に自然光でやっております。今日はですね、ぐらいちょっとコメントをしてほしいことがありまして、動画にしております。で、一つ目はオタクあるあるです。ハロオタだけじゃなくて、オタクっていう概念からのあるある、皆さんが思うあるあるを最高でも3つ、最低でも1つ教えていただけると嬉しいです。そうですね、オタク、私は本当にハロオタだけじゃなくて、いろんなジャンルのオタクなんですよね。まあ、知ってる方は多いと思うんですけど、本当に生まれ持ったオタク気質で、小学生の頃から手塚治虫さんにハマり、そこからもオタクすぎて周りの子と合わないっていう日々を過ごしてきたオタクなんですけど、もう根からのオタクで、でそれでまあいろんなね、ことをね、いろんなものを好きになったりとか、いろんなものに興味が出たりとかしてる中で、本当にいろんなジャンルのオタクになってしまって、でまあ日々楽しんでいるんですけど、私の動画見てくれてる方で、まあハロオタさんはもちろんなんですけど、いろんなジャンルから来てくださったオタクの方いましたらね、ぜひ皆さんオタクあるあるをぜひコメントお願いします。ずっと生きてて。で、2つ目は、私を知ってくれたきっかけの動画とか、私を知ったきっかけっていうのをすごく知りたくて、これまでね、聞いてなかったんですけど、まあね、ここ最近一気に増えたので、私を知ってくれたきっかけの動画とかをすごい気になってるので、ぜひ皆さんコメントこれもお願いします。で、3つ目はリクエストです。動画をねやっていく上で、やっぱみんなはどんなのが見たいのかなって思って、3000人の時かなも企画を募集したんですけど、まあ、それ含めて皆さん今どういう動画が見たいのかっていうのすごく気になってるので、皆さんコメントしていただけると嬉しいです。3つもあるんですけど、何回に分けてもいいし、1回に まとめてもいいので、もう長文でも何でもいいので、もう本当に皆さんコメントお願いします。YouTube 初めて10月の31日で2年丸2年になるんですけど、ね、YouTube してからいろんなクリエイターさんと出会えたりとか、いろんな視聴者さんと出会えたりとか、本当になんか楽しくなりました。はい、いや本当にもう皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。これからもマルチとハロプロ両方ね、やっていきたいと思うので、でもまあマルチって言ってもハロプロ絡めてるんですけど、ぜひ皆さん動画見ていただけると嬉しいです。それではコメントお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。